今日はりょうちゃんが出てきています。こんにちは、石黒です。さっき楽屋めっちゃだらしなかったのに。じゃあなんか服用意してくれてたからさ、なんかぐちゃぐちゃすぎたらあかんなと思って。そうだよね、髪の毛だけバーってやって、うん、今来ました。そうだね、うん、石黒りょうさんです。こんばんは。わ、すごいな、ここなんか不思議な、なんか上が高いね。すいません、なんかお邪魔して、いきなり。はい、りょうちゃんはあれなんですよ。何、最近ツアーが終わって。そう、あ、はすいません、僕ごとなんですが、ありがとうございます。りょうちゃんのすぐ後にこれだったもんね。うん、そうだね。そう、今年は君何を読んでたんだい。アホいえよ。いやいや、まあロングネームちょくちょくやってたけど、あの忙しい感じだったじゃない、結構。そう、だから言える忙しいこととさ、言えない忙しいこともあるわけやんか。まだまだなんか言っちゃうやつもあるし。ああ、ああ、るあるよ。どのくらいあるんですか。言っちゃいなよ。言わない。なんか、そう、あれ、俺ちょこ久しぶりにさ、今年さ、あの連ドラに出れたよね。はいはい、出れたというか、出たんですよ。はい、で、それの後にもう何本も撮ったんか、結構。え、連ドラ？連ドラじゃないやつを。おー、そうそうそう。そういうことか。そう、それがまだ発表になってないのがいっぱいある。え、お芝居を？そう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 。そうなんだ。え、その、ごめん、その、何個かあるってことは、うん、りょうちゃんのファンたちは知ってる。いや、知らないんだよ、これ。やばい。いや、でも嘘つく必要はないからさ。まあ、そうだね。そんな、あれだもんね、こんなガツガツ聞いてくるやつもステージ上にいなかったんだ。そう。で、まあ、言ったらあかんっていうことは、俺ちゃんと守る側の人やからさ。そう。うん。いや、俺は守ろうとしてるけど、結果守れてなかったんだけど、守ろうとする意志があるの。で、みんなが喜んでくれるから行ってしまうわけでしょ。そう、ワクワクしちゃう。うん、いや、そう、それがちっちゃいなと思う。まあ、そうですね、うん、そうですね、まあ、はい、意外に、はい、ああ、ちょっとごめんね。ちょ、じゃあなんか、だいぶ、まあ、ノーグッド TV でもやってますけども、うん、あ、もうそばそばする。ちょっと1個見てみてもらう。そうやな、うん、そうですね、1個見てもらいましょう。うん、ちょっと流します。やってなかったから、ツアーとかそろそろやった方がいいんじゃないみたいな感じで結構クレームは来るわけですよ。クレームじゃない、要望というか、ちょっと怒るな。だから、まあね、今年はお芝居のお仕事も多かったんで、来年はそれをやってみようかなみたいな、その流れで、そこで流れを作れたつもりだったの。あ、そうやね、このね、あ、君できちゃう。そうか、あ、全然、いいんだ。本当に大丈夫。全然大丈夫。あ、本当に。
そうです。まあ一度ハワイで、NA の、まあ、ユニットといいますか、まあのライブをやろうと、全部用意して組んだんですけど、まあ、それこそコロナね、そうそうそう、中止になっちゃってこう、ね、それがアルバム出したけどこう何も発表できてないというか、まあ、宙に浮いた感じだったので、ちょっと成仏させませんかっていう。成仏？何でもいいんちゃう、別にそのまあまあ宙ぶらりんやったからね。そう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 、ちゃんと一回ちょっと体制させませんかと、ということで、来年6月、アリーナツアーが、はい、決定できました。はい、また細かいことはね、追ってね。はい、はい、どこだろうね。いやでもツアーっつってもそんないかんしょ。僕からそれはもう皆さん次第じゃない。いやでもさ、まあ箱か、そう、割とやっぱり急じゃない。で、我々あれじゃない、某ジャニーズ事務所ほどちょっと巨大じゃない、まあコネクションっていうかさ、その付き合いがあんまりね、やって浅いし、まだ10年ぐらいですし、だからこう急にこうやりたいって言ってもすぐに箱とか取れないじゃない。そうね、あそこはだってもう箱から取ってるもんね。そうそうそう、そうそう、ほんまそうやで。で、いけるグループがパンパンパンって入れられるわけだから。あ、そうだよね。そうだよ、ほんと。でもそういうところもあるから。まあまあ、でもいや、それはもう素晴らしい。玉数が豊富やもんな。そう。玉、その玉、玉、玉7、玉32ぐらい。いや、そうだな。玉7。玉が、いや、その玉の数ね。その、なんでしょう。近藤さん。マッチさんから始まり、うん、まあもうその前からと思うんだけど、うん、まあ俺ら時の一番大玉、そう大玉ね、大玉、玉一、玉一の彼で、まあ多分それこそ木村君なんて多分玉14、あ、俺それは知らん、玉14、俺玉3やってんだよさっき、あ、ごめん、これはそのなんだろう、そのアーティスト大丈夫、そんなレベル、そんな意図はないってみんな分かってるから大丈夫は大丈夫そのレベルの数じゃない、ついてない、ただのナンバリングやろ。そうそうそう、いわゆる年功序列のね。じゃあもっと違うやん年功序列やったら違う なんで、ちょっとだってマッチさんの後少年隊でしょ。そうで、少年隊の次がスマップで、男組もいたの。光源氏、光源氏、忍者、忍者がいたね。で、何隊？渋垣隊。滋賀、渋垣隊。もっと上やもんね、きっと。あ、そっか。うん。まあ、ええやん、そんな。いや、せっかく陣おんねんから陣の話せんと。いやいや、俺はもう、なんか、なんだろう。喋ることはあんまないんだよね。何？じゃあ何？リーバイスだっけ。ああ、リーバイスね、出てくるやん。あとはあと何今年俺は何を残したマック、ああ、だから食ってくだけ。マックのさマックの CM のさ一番最初の登場シーン、なんでずっとこうやってやってんのやってるよね。ただ、考えてくださいね。あ、そうだね。考えるとき、実はそれやってるいやいや、自然やけど、自然に、あ、考えてるんやろうなとは思うけど、うん、もし考えてないんやったら何してるんやろうって思うんですよ。脈取ってるの？取ってるの？42だし。あ、そう、うん、脈のスピードかな、多分。そうか、そうか、うん、かな、うん、あと何じゃ、ちなみに。あ？防水。防水。あ、俺らの。あ、え、それ今年？
違うと思う。絶対違うよ。え？めちゃめちゃ喋るな、時間が。友達ちょっと友達みたいに思うのはいいけど、友達ではないからな。まだね。まだ違う。そうね。これからは分かんないけど。うん。いや、あれはでもなんかそれこそ、ね、撮影してたんじゃん、ずっとネットフリックス。そうそれは言った。あ、そうだ、ごめん。そう言って、うん、まあでも今年形に残せたかというと残ってはまだ出てないから。ああ、みんな、そう、みんなの前で何やったの、これ。あ、トークイーズ。あ、トークイーズ出ちゃった。じゃあ、ちょっとテレビ恥ずかしいな。うん。多分、りょうちゃんもちょっと恥ずかしいな。なんか、バラエティーとか。うんうん。あ、だってあれも出てたよ。中居くんのやつ。あれは中居くんに会いたかった。ああ、そう。あれは、お年玉のお礼を、はいはいはい、言いたかった。うん。で、なんかなんか意味がないとちょっと恥ずかしくない？あ、じゃあトークインズの意味って何なの？いや、だから、なかったから。意味がなかったか。その出ようというそのあれが、うん、感じられなかったわけよ、うん、でも、まあ、マネージャー的には「やじくり」なんか、うん「トークインズ」っていう番組なんだけど、うん、でそこのプロデューサーからもうラブコールがあって、うん、まあ、僕的にもちょっとやっぱ出てほしいなみたいな。うん、そっか。いや、でもさ、でも出て何喋ればいいの？どういう番組って言ったら、いわゆるその恋愛感を掘り下げるみたいな。離婚してるし。おいおい、やめろ。よせ。したばっかだ。やめろ。まあまあ、いろいろあるから。そう、うん。そこで、どの面下げて、恋愛感を語るのかみたいな気持ちもあったんですよ。うん。だから、もう、でも、その、ロケ場所がハワイなんですよ。うん。で、まあ、日本撮影してたんだけど、まあ、ハワイ行けるなら、まあ、まあハワイだったらまあいいかなとか、うん、あと恋愛のこととか喋りたくない。言った打ち合わせで。そう、結果ちょっと酔っ払って喋ったか分かんないですけど。酔っ払ったんかな。で、まあそしたら、もう全部大丈夫です、合わせます。合わせるってどういうことだろう。これはいよいよまずいぞと。うん。したらもう断れる、もうスケジュールとかはもう空いちゃってたから、うん、もう断れる理由はこうちょっとギャラがちょっとあって感じで、うん、ギャラ吹っかけたんですよ。うん。ちょっと、うん、高めに、うん、結構高めに。うん。そしたら、うん、大丈夫です。ごめん、その話を今ここにして大丈夫です。大丈夫ですって来たから、うん、もうこれは断れないよね。あ、そっか、もう理由がなくなっちゃったんや。そうなの。だから、まあ、ちょっとでもよかったけどね、出れて。あ、そうなんや。え、それがまたでもオンエアはされてない？10月10日か。そう、10月10日にこう、あ、そうなんや、放送されるんだけど。へ、まあ最初はちょっと嫌だったけど、なんか久しぶりな感じがした、あのバラエティの その収録の空気感だったりだったり、やっぱみんなあのトークインズは女の子たちなんだけど、うん、若月ちゃんとアンミカさんと、うん、やっぱみんな女の子たちで、2人目アンミカさんか。いや、女の子やで。若月ちゃんちゃん、アンミカ。サッシで、あと、森カスってみんな呼んでたよ。森カスってみんな呼んでた。あと、ウエンツか。あ、まあ、の、もうなんかゲストらしいけど、うん、いや、こう、やっぱ久しぶりにそういうところに出てみると、やっぱみんな頭の回転早いというかさ、あ、すごいなって感じ。わかる。あ、なんか、プロじゃん、やっぱ喋りの。そうだね、しかもリハビリもなしにいきなりそこ突っ込んでるわけやもんね。そう。まあまあ、みんなに助けてくれたんだけど、でもなんか、ちょっとこれをきっかけに、あ、ちょっと できるかもって思った。まあまあ、出ないっていうのはあんまり。
あんまりなるべく出ないようにするけど、ちょっとでも、あんまり久しぶりに昔にかもな、苦手意識がなくなったあ、そう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 、なんかみんなすげえ助けてくれたの、遠くに行くのすげえな、頑張ってくれたわけだから出てよかったな、みたいなそっか、うん、トイレ行き、やったじゃあ、お前俺結構20分ぐらい我慢してないよおしっこしためっちゃ、みんながかわいそうやん。え一人でやってる時トイレ行ってる間どうしてんの、みんな待ってんの。そうで俺の海の間何してたのって聞くわけよ。そしたらみんないっぺんにガーって言ってよくわかんないで終わるみたいな。でもみんなトイレ行ってる人おるわ確かに。でしょ、うん、今がチャンス合わせるんだよこれは。そっかそっか、そうそうそう、そういう、そういう国、そういう文化。まあ、りょうちゃんのあれとは違うよ、ね、りょうちゃんのライブではね。僕トイレ行かないもん。あ、一回だけ行ったことあるわ。でも、ちゃんとほんまにやむを得ない、やむを得ないですよ。毎回じゃねえから、だって俺。まあ、そうか。うん。マジでもう、あかんってなっちゃって。近いかい。行くの？あ、ちょっと行け。なんか、宣伝事とかない？ないないない。あ、ないの？あ、じゃあなんかその、俺とりょうちゃんでさ、うん、やってるノーグッド TV の話とかさ、なんか、作ったアルバムの、なんか、どういう気持ち？もういいから行ってこい。って言って今トイレに行ってる人、うわ、めっちゃトイレ行くやん。めっちゃトイレ行くやん。俺の気持ち考えて。ね。そっか、皆さんは幸せそうな顔して。どうですか、ジンは一曲目からかっこよかったですか。ね。僕も見てて、あ、なんかかっこいいなって思ってましたよ。そう。なぜ茶化す？そっか。え、なんなん、ちょっとほんまにあいつなんや。ね、でもあれですよ、ほんまに6月一緒になんかやろうって言って、やっともう一回形にできそうやから、本当にぜひ楽しみにしててほしいですし、どういう形でやるかっていうのもね、考えないといけないでしょうし。出ません。わからん、わからん、全然わかんないですけど、どうなるか。ちょっと待ってや、ほんまに。みんな、ジンにお金払ってるんや。大丈夫、ごめんね。ちょっと待ってや。ああ、すごく不安。ジン、ほん。じゃあ、頑張ってね。もう行く？もう行く？ありがとうございます。行く？行く。あと頑張る。行くわ。いやいや、ジンのやつやから。そうだね。このまま言うと歌ってみたいになっちゃう。そうそうそう。でも歌って、歌うのは、違う。歌うのは、有垣さん、撮っときましょう。撮っときましょう。じゃあ。誰やねん、さっきからほんま誰やねん、練習しといたらいいんじゃないって男の声誰やねん、練習は裏で一生懸命してるわ、いつもなんでここでしまうかって。じゃあ失礼します、はい、ありがとうございました。